ちゃこんにちは、ゆたかさん。またまた衝撃的なニュースが飛び込んできましたが、なあ、朝起きたらな、はい、なんと巨人のスモーク選手が対談をすることになりそうということで、対談、はい、ね、で、まあ明日からさ、阪神巨人戦、もう天王山と言われる、試合があって、うん、その前にもう練習にも参加してないということでスモークが対談、うん、でスモークの成績が2割7分2厘の7本、はい、で14打点を上げてたんだけども、はい、この数字がどうのこうのというよりもさ、まずはやっぱこう仲間として一緒にやってた人間がやっぱこう急に対談するっていうのはさ、気分のいいものではないよね。ねえ、うん、やっぱりもう心の中にずっとあったんでしょうかね。こうやっぱり最近のプレーを見ていても、うん、ちょっと覇気が感じられない部分っていうのは、まあ例えば、サードランナーでスライディングしないでアウトになったりだとか、はい、ホームに帰ってきてね、はい、まあ言えば怠慢だよということもあるし、ただコロナ禍の中でね、はい、まあ、アメリカから一人でやってきて家族がこっちに来るのを嫌がってると、まあ、ワクチンの遅れもあるんだろうけども、まあ、それで、まあ、帰るということなんだが、まあ、帰るということなんだけどもね、はい、でこの阪神戦予想オーダーを立ててたんだよ俺頭の中で、はい、でこのスモークやっぱ走れない、うんうん、それはこう最近豊さん指摘してましたよね。そうだね、はい、でね阪神はここに、まあ、今は佐藤が5番に入ってるんだけど、はい、その春先っていうのは6番に入ってた佐藤が、うん、そしたら梅野とかこう続いてたんだよね、はい、そしたら佐藤の足が速いからさ、ここら辺のヒットで帰ってこれるわけよ、うん、だけどスモークだとここら辺で繋いでいったとしても1本2本じゃ帰ってこれないんだよね、うんうん、だからスモークの打順というのを3番に上げて岡本の長打で歩いて返す、はい、そういうことを俺なんかこう頭の中に想像してたんだけど、はい、でもスモークが抜けることによってじゃあ打順がどうなるかというとさ、はい、これスモークがいなくなる、はい、そしたらここに梶谷を持ってこれるんだよ、うん、一番の梶谷選手を、うん、梶谷を持ってきて、はい、一番に松原を持ってくれる、松原を、はい、でウィーラーがレフトからファーストに持ってくる、はい、で松原選手と梶谷選手のポジションが、うん、まあ、うん、ここはファーストじゃなくて、まあライトでもいいや、梶谷レフトでもいい、うん、はい、とでもいいよ、はい、こうなってくるとすごく足が使いだすんだよね、はい、ということは得点力が上がるということで、阪神との数字を見たりチーム打率を見たりで防御率を見たりいろいろホームランの数、まあ、はい、それを見るとやっぱこう走力、やっぱ走塁という面でだいぶ違うところがあるんだよね、はい、だからそういう意味では松原が入ることによって走力が上がるし、梶谷が6番に入ることによってこういうワンヒットで帰ってこれる足がここに入るということはすごく俺大きいと思うんだよ、うん、ただスモークが全然ダメとかじゃなくてやっぱスモークの使い方もあったと思うんだよね、はい、で、まあ、例えば最初から3番にやっとくと、うん、岡本がホームランを打つ、うん、そのホームランで帰ってこれる、うん、歩いてね、ただ走力を使わなくてもいい、うん、でもここに置くとさまた渋滞を始めるとちょっと困るんだよね、うん、ただやっぱこう帰っていく選手にさ、まあ、こういうこと言っちゃいけないけど、だけど、なんて言うんだろう、やっぱ我々もさ、外国人が途中で帰った選手もいるよ、うん、豊さんが現役でやってた、レスカーノっていう選手が帰っていったんだけどさ、はい、やっぱり日本の野球は合わない、もう俺は野球やりたくないって言って帰っていったんだけど、うん、やっぱ仲間としてやってた人間が、はい、まあ、去るっていうのはね、はい、一つチームがモチベーションが下がらなければいいなっていう、うん、で、テームズもいきなり怪我をして、はい、アキレス腱断裂という怪我でスモークと一緒に出始めてね、うん、スモークだけ一人残されたっていう、そういう寂しさもどっかにあったのかなというようなね、うん、まあ、チームにもなかなか馴染みにくかったんでしょうか。やっぱ異国に行ってさ、まあ、山口が日本で、あれだけ活躍してたのに、うん、アメリカ行ってダメだったという、はい、でやっぱそこには少しのホームシックだとかいろいろあると思うんだよね。そういったものがこうやっぱり及ぼ
及ぼす影響というのはかなり大きいんでしょうね、精神的に。やっぱ精神的には大きいと思うよ、はい、ただ巨人側はこれで足を使えるようになる打線が組めるんだよね、うん、だからすごくなんていうのかな、スモークが退団ということを寂しくそこから落ち込むんではなくて、逆によく捉えて、うん、これで足が使えるっていうふうに考えると相手チームは俺は脅威になってくると思う、うんうん、じゃあこの今回の対談っていうのは、まあ、やっぱ衝撃的で、うん、ちょっと残念だけどね。そうですね、うん、巨人にとってはかなりこう痛いところもありますが、うん、まあ、そこをこう新しく心機一転切り替えてっていうことですかね。だからまあ対談するっていうことはピンチなわけね、はい、やっぱりあの7本塁打14打点上げてるバッターがいなくなる、2割7分2厘でね、うん、だけどそれをピンチをチャンスに変えるにはやっぱ総力が、うん、プラスに考えると総力が増すということだよね。ただそこら辺をプラスに捉えて、まあ、阪神戦戦ってほしいなと思うよね、うん、明日からの、まあ、楽しみだよ、どういうオーダーを組んでくるか、はい、そこのスモークが抜けたっていうところでこうどこかから補強とかいったような流れっていうのはありますか。あ、やっぱ探すだろうね。うん、そしたらまたトレードだったり新しく誰かがっていう風なことも考えられる、ね、可能性はあるよね。だって外国人にさ、マルテ、サンズ、ね、ロハスって言って、ロハスもらえばいいのになと思うけど、まあ、絶対くれないけどね。そうですよね。なのでね、あの先ほども言っていたこうテームズ選手も怪我でいなくなっているし、今でスモーク選手が退団というふうになると、こう巨人で考えてた構想の中から全く変わるよね。そうですよね、外国人2人が、今年から加入の外国人2人がいなくなるというのはと考えてなかったということですよね。こういうメンバーでとりあえず1ヶ月は戦わなきゃいけないよ。加入するとしても、うん、あのオリンピック後だから、おそらくね、うん、だからそこら辺にいい補強ができればいいけども、俺はこのメンバーで十分戦っていけると思う、うん、まあ、中島もいるし、うん、丸が3番に入るかは分かんないけどね、まだね、うん、2軍から上がってきていきなり丸を使うかも分からない、ここ加盟でいくかも分からないし、うん、もうまだ分からないけど、まあ、大体こういうようなオーダーを組むと足が使えてくるから、俺は点を取るのにもう少し軽やかになってくると思う、うん、まあ、そこをやっぱあの対談するスモークは寂しいけども、そうですね、まあ、期待をしたいという、はい、またあのね、ロッテなんてまたすごくもう連日のように、そうだね、選手のこうトレードだったり新加入、うんうん、あのね、かつて中日で活躍されてた、そうそう、ロメロね、ロメロ投手が加入ということで、うん、まあ動きはね、フットワークは良かったよね、はい、なのでまた巨人の方もそういうリサーチだったりっていうのは今、いやもう全然してるよ、してますね、全然してる。だからまあ補強したら強いかっていうとさ、補強して足手まといになるんだったら補強しない方がいい、うん、もう 100% 活躍するっていう人間じゃないともう連れてきちゃダメだよ、うん、そんなね、使ってみる余裕なんかないから、うん、だからもうこのウィラー以外日本人でやるみたいな、うん、もうそんな感じで、もうウィラーも日本人みたいなもんだから、ね、本当そうですね、日本人より日本人らしいから本当にね、だからもうこういうもうメンバーで戦うっていう腹を決めないとさ、はい、なかなか補強に頼って順位を上げようなんて思ったらやっぱり巨人は間に合わなくなる。そうするとまあやっぱりこの今シーズンっていうのはそういったハプニングっていうようなことも、うん、怪我であったりとかも、うん、多く起こっているので、まあ、それに対応したチーム作りというところで今後戦っていく方がいいんではないかということですか。そうだ、もう十分戦える、うん、だから頑張ってほしいと思います、はい、これがちょうど阪神戦の、はい、そうだね、明日からの阪神戦、はい、直前のニュースでしたが、うんうん、まあ、楽しみだよ。でもそうですね、やピンチはチャンス、そうですね、うん、ちなみに言っとくけど、はい、梶谷はメンバーに入れてるけど、うん、これはあの阪神戦は間に合わない可能性があるからね。そうですね、うん、あのみんな投稿しないようにね、いや梶谷はまだ戻ってこないよとかじゃなくて、梶谷は分かってんだ分かってんだけど、まあ予想だ、まあ阪神からの予想だって言ってるけど、はい、だったはじゃあもうこれ消しときますか。だったはもうこれ消しとくけど、予想だは良かったんじゃないですか、ね、うん、まあいいよ。だけどその梶谷は DeNA 戦からかな戻ってくるっていう話だから、うん、まあとりあえずあのこういうメンバーでスモークが抜けた時に戦っていくということだからね、うんうん、今後のだから巨人の今後の基盤となるオーダーっていう感じのことですよね。丸選手なんかもだから、ま、丸選手も調子悪かったら、うん、ここはもう加盟に変える、なるほど、うん、
加盟に変えるしかないし、うん、だからもう本当にみんな総力戦で阪神を追っかけないと間に合わなくなるということだよね、うん、でまあ湯浅も吉川尚輝が復帰するまで、はい、やっぱこう頑張るんじゃなくてもうレギュラーを取るぐらいのつもりじゃないと、はい、もうダメだしね、はい、吉川尚輝選手ですね、うん、だから十分なんていうのこうレギュラーのセンスは持ってるから、うん、頑張ってほしいなと思うよね、はいはい、ではそういう形になるということで、そうだね、この今回は巨人のスモーク選手が退団というニュースで、うん、だからスモークが退団によりどういうふうなオーダーになっていくか、どういうふうな展開になっていくか、まあ一本のヒットで、まあ梶谷はDeNA 戦からだけども一応オーダーに入れておくとすれば、こういう下位打線の一本でヒットで帰ってこれるということ、うん、今まではスモークだったから帰ってこれなかった、その分得点力がちょっと下がってたかなっていうような気がしたしね、うん、だからスモークのその打順だとかいろいろ考えなきゃいけないような時期だったと思うんだけど、うん、まあスモークがいなくなるということでね、寂しいニュースだけども、うん、まあそれをチャンスに変えてね、まあ頑張ってほしいと思います。はい、ではまた後半、はい、さらにこう楽しみというか、まあそうだね、はい、はい、まあ期待してます。はい。